目指せポケモンマスター、ジハーディータカシです。えー、本日もスーパーマーケットシミュレーターの時間がやってまいりました。えー、当スーパーマーケットは、あの、借り入れを普段行っている銀行との全面戦争に突入したので、あの、借り入れた借金をもう全く返さずに、えー、踏み倒していくっていう営業スタイルを取っていくから、もう今日は早速開店して、ね、えー、今日の売り上げでね、まあ、いろんなものを賄っていきたいんだけど、あともう一つやりたいことがあって、 俺、在庫管理体制をだいぶ、こう、労力をかけて整えたって言ったじゃん。いや、ほら、なんか、ここら辺とかもう欠品してる。いや、だから、あの、どんだけ在庫をここまで整えても、やっぱ、その、営業してれば当然だけど、物が売り切れて、で、在庫が欠品していくんだ。それ、だるいなと思って。で、その、それを解決するにはどうすればいいかというと、その、販売、在庫を吐く速度をスローダウンさせればいいので、逆に単価を上げればいいんだよな。そうすれば、別に、その、��くり多売で、ガシガシ物を吐いていかなくても、 一個売れれば解決するわけだから。ほら、これ漂白剤は私には高すぎますって言ってるやついるでしょこれでいいんだよ。そう、うちのスーパーマーケットはもうそういう営業スタイルでいくから、ここら辺も価格をもう全部見直していく。例えばこの大型寿司とかは、ま、すでに高いと思うけど、まあ、それでもここからさらに2ドル値上げしていく。だから市場平均からだいたいもう50%ぐらい、こう高い値段設定をしてもいいと思うわ。だからこれも24ドル。そう、こういうふうにもう価格を見直していこう、全面的に。これは、 9.9ドルにしようぜ、サーモン。このラムチョップ。あ、これとかもう全然市場価格に迎合しすぎてるから、もうこれも、これも思い切って17ドルに値上げする。あ、今日はもう値上げの日だ。うちはもう営業スタイルを一新していくから、あもうここら辺もうがっつり値上げ挟むわ。これも4ドル。思い切って1ドル値上げして5.4ドルに値上げしようぜ。あ、これに至っては市場価格より下がってんじゃん。市場価格より安く売り叩いてしまってるから、もうこれに至ってはもう、 10ドルでいくわああ。これまでの損失分を取り返さないといけない。で、これはあ,あ、これはまあそこそこもう高いけど、このビール。ビールも4ドル超え。あ,あ、こういう営業スタイルを取ろう。いや、これもっと早くやればよかったな。こうすれば毎日毎日欠品に悩まされる必要がなかったんだ。これも5.6ドルね。あ,あ、いいね。いい価格設定になってきたね。ここら辺はどうほら、これももう安すぎる。これ何かわかんないけど、奮闘。これも安すぎる。 米。いや、米とかね、すぐなくなんだよ。仕入れても仕入れてもすぐなくなるから、それは何が悪いって、単価が低すぎんの。だからみんな買うんだよ。だ買わなければいいの、みんなが。個数買うんじゃなくて、一つ買ったらその分利益が出るっていう風な考え方をすれば、その、在庫の管理コストも下がるわけだ。いや、どんだけ在庫を吐いて、その物が売れようとも、結局在庫の管理に同じだけの価格が、そのコストがかかってしまったらもう元も子もないからな。 だ、こういう風にもうガンガン全部値上げするわ。いや、これもっと早くやればよかったな。この経営判断遅かったわ。これも4.9ドル。リンゴジュースは。リンゴジュースも3.5ドル。これは、これとかもう安すぎるんじゃないのこのコーラとか。これも2.9ドル。いや、こんなもんもう市場価格と似たり寄ったりの価格で販売しちゃダメだって。はい、これも4.3ドル。このソーダは。このソーダとかもやったら売れるんだよな。めちゃくちゃ在庫に欠品出るから、もうこれとかもう強気に6.9ドルにするわ。 めちゃくちゃ高くていい。ヨーグルト、これもはい、2.9ドル。このチーズもすぐなくなんだよなすでに高い気がするけど、これも1ドル値上げするわ。モッツァレラチーズ。モッツァレラもこれ市場価格と遜色ない価格で販売しちゃってるね。はい、これ8.1ドル。ポテトチップスに至ってもうすでにねえじゃん。これはもう、こういうもう、なくなってる商品はもうガッツリ、大幅に、もう10ドルぐらいに値上げして。んで、これで、初めて、あのポテトチップスをここに仕入れればいいんだよ。 えー、ポテチポテチ。下の方だよな。あ、これこれこれ。これ。これだから、4、4つぐらい行けばいいんじゃないだから多分今日はだから、客の声、お客様の声から、この何々の商品が高かった。見つけた商品が高かったっていう声がおぞましい数寄せられると思うけど、もうそれがうちのスーパーマーケットのやり方なんで、あもうそこは割り切っていくわ。ここら辺もちょっと値段変えようぜ。値段書いて、大幅に値段を改定していく。これも4ドル。このバスマティライス。これもすぐ在庫吐くからな。 ほらだって市場価格よりもこう1ドル高いくらいだったらもう生ぬるいんだってよ。これも10ドルにするわ。あ、やばい、110ドルになっちゃった。それはちょっとチンピラなんでその。全く売れなかったら意味がないから、その、合理的な価格に設定するのは無謀なんだけど、えっ、ー、と、これ9ドルね。オリーブオイルは、オリーブオイルもちょっと安いんじゃないこれ、コーヒー、ライトロースト。これもすぐ在庫吐くんだけど、割とこれは、 なんか強気な価格設定されてるけど、これでも売れるってことだから、さらに2ドル値上げしていきます。上乗せや。これはあ、これも1ドル値上げ。お、これに至っては、このケチャップに至ってはもうややここ欠品出てんじゃん。だからこんなもんだから安すぎるってことだから、これも2ドル値上げしよう。はい、これ6ドル。6.9ドル。たけー !1000 円近くするケチャップなんか、超高級ケチャップじゃん。で、マヨネーズとケチャップの価格全然違うな、これ。なんなん マヨネーズ俺個人的に苦手だから、あんま好きじゃないんで、これ12ドルにするわ。いいね、いい感じに、価格釣り上がってきたんじゃねえの。やばいやばいこんなもん、市場価格より安いじゃん。はい。10ドル。これはポテトバッグはこんなもんね、こういうその、1段に置ける個数が少なくて、こう、ワンスタック分が少ない商品なんて一番これ仕入れコストかかるから、こんなもんね、もうあの、市場価格の3倍ぐらいで売っていい。14ドルにしよう。これは このホットソースはぬるい。ホットソースなんだから、ホットな価格設定していこうぜ。あ、これは結構高え、元から。よろしい。もう大体でもの3ドルを下回るような商品なんか売ったって、もう大した利益になんねんだから、もっと強気な価格設定していくべきなんだよ。これももうむちゃくちゃね、仕入れコストがかかる。何回これ、売り切れたことか。で、急いで発注をかけたことか。もうこれも20ドルにするわ。いや、スーパーマーケットシミュレーターの正解はこれだったか。 いや、いいですね。じゃ、ちょっとこれで一日終わってみようぜ。どう見つけた商品が高い72件。はははは。いや、でも見ろよ。純利益4200ドル上がってるから、これでいいんだって。だって高くても必要なものは買わざるを得ないんだから。不満だったっていうだけで別に買ってないってわけじゃないからね。いや、もう十分。満足顧客数少なすぎんだろ。いや、いいんじゃねえの。こういうことだよ。 ちょっとだから仕入れやるわ1回さあ本日もねちょっと裏で仕入れ作業をやってきたんだけどあの仕入れやってたらもう残高がなくなってこれ以上仕入れができなくなってしまったので早速店を開店していきたいと思いますあのなくなる欠品しがちな商品っていうのは偏りがあるからまあ安く買い叩かれているないしはその需要が高い系の商品はもう積極的にもっともっと値段を吊り上げていいと思うんだここら辺ここら辺のなんか単価高い系 こういうのはもっと上げていいわ。これも20ドルにしよう。このステーキとかね、仕入れ値がむっちゃ高いんだよ。いやもうステーキなんかもうこ、この程度の利益で、何がやっていけますかって話ですよ。これも,もう22ドルにしよう。これぐらい釣り上げていい。このフムスとかもうこれ物が一切わかんない。これな、なんなのかわかんねえから、もうこれ8ドルにするわ。でね、これ。この、鶏肉が昨日完全に、もうあの、在庫からもなくなってたから、これはもっと強気にね、もう、 19ドル,ドルぐらい。20ドル近くの価格設定をしていきたいね。フライドポテトもなくなんだよな、すぐ。これももう10ドル超えにしよう。11ドルにしよう。あ、お前。お前、今、もう値上がりしたばっかりだから、お前ちゃんと値上がり後の価格で買えよ。安いピザ。もう一緒じゃん、使用価格と。いや、こんなもんもう7ドルよ。安すぎた。危ねー。このピザは、あ、値上げ済みでしたね。ここら辺のパスタは、あ、安い安い安い。 安すぎる。これも5ドルや。油。油も安いね。これ4ドルね。パンに至ってはこれ市場価格より安いじゃん。はい、7ドル。あ、ミスター。7ドルで。あいよ、悩んでるね。高いって言ってるよ。これが理想的な状態なんだよな。やべえ、欠品してる。ウォッカはウォッカなんか安っ。ウォッカなんか20ドル取っていいに決まってんだろ。皿洗い洗剤、ドリアンは もうドリアンなんかもこれも8ドルよ。トイレットペーパーもこれ仕入れコストがえぐいから、これも25ドルにします。たけえ超高級トイレットペーパーだ。で、こんなもんもう無くなりかけてるから、無くなりかけてるってことは安すぎるってことなんで、はい、これも14ドル。やべ、114になった。はい、14ドル。いいんじゃない大概、価格は釣り上げ終わったか。ここら辺がまだか。あ、安い安い安すぎる。はい、これ25ドル。この手洗い用石鹸は はい、これも安すぎる。はい、これも4.7ドル。シャンプー。シャンプーも安いね。これ1ドル。やべ。1ドル値上げしておこう。で、これ、このトイレットペーパーも問題児ですぐ在庫切れになる。仕入れコストの圧迫の当事者なんで、これも20ドルに釣り上げる。ビール。たっか、ビール。市場価格より5ドル高えわ。これはこのままで据え置きでいい。お安すぎる、このビール。このビール安これも32ドル。 いい感じになってきたんじゃねえのいいんじゃねえのこれでちょっと、まだ在庫にぶち込めてない、ちょっと欠品中のものをね、購入して、で品出ししていこうぜ。いやあ、これ値段釣り上げてる瞬間楽しい。これがスーパーマーケットシミュレーター本来の楽しみ方だったのに、俺はこれまで遊び方間違えてたんだよな。なんか、ちゃんとその利用者のことを考えて、 客の目線に立った経営をしてしまっていたああ。大きな間違いだったわ。やっぱスーパーマーケットを経営する上で客のことなんて考えちゃいけないんだよな。店の利益、そして店の管理コストを下げること。もうそれが一番だから。いかに低い労力で高い利益を上げるか。なんだろうな。そのジャイアニズムで、やっぱり店舗っていうのは成り立ってるんだよな。お前らは俺に搾取され続けろ。この客たちはな。それでいてやっぱり、そのスーパーって、 その絶対行かないといけないからな。やべえ、これさ、ケチャップもう完全に欠品してる。ってことは価格が悪いってことだね。価格が悪いな6.9ドル、だいぶ高いけど生ぬるいってことか。これも7ドル。やべはい、1ドル値上げします。いいんじゃないですか。あ、これ、カニスティック多分まだ値上げしてないわ。あ、全然安い。安すぎる。安い安い。はい、これ11ドルにしまーす。いや、これで、 多分ね、仕入れがだいぶ楽になるはず。だって、あんま買うやついなくなるんだもん。でも、やっぱり需要っていうのは減らないから。ああ、だから需要が変わらない以上、こっちはもうね、値段を釣り上げて、で、供給量を減らし、最大の利益を上げる。うん。いいね。なんか、ドッキン法に引っかかりそうな経営スタイルやってるけども、これでいいんだよ。でも、ここの、この周りの市民はもう干からびればいい。搾取するだけ搾取して、で、 あの、この周りの市民が干からびて干上がってしまって、もううちのスーパーにこう落とす金がないってなったら、もうこのスーパー閉店して別の土地で新たなスーパーを同じスタイルで経営すればいいんだよ。だから焼き肌みたいなもん。だからここ、この土地から搾取できるだけ搾取して、で、もうこの土地から利益が上がんなくなったら、もう別の場所で新たにスーパーマーケットを開店する。焼き旗だ俺の経営スタイルは焼き肌。なるほど、スーパーって焼き肌だったんだ。 いや、勉強になるな。うん。で、手元の現金も溜まってきてるし、あと、踏み倒そうとしている銀行の支払いどうなってるあ、いいね。積み上がってきてるよ、延滞金。今、3日、延滞してる。あ、賃料も、なんかいろいろ、請求来てるね。こういうのももう一切合切無視していくから。支払う気はない。いや、店舗の広さ拡大は、スペース拡大2万ドル必要だから、いやー、結構、 こう、頑張んないといけないけど、まあ、次の店舗拡大のことまで考えると、もうあの、銀行に金返してる暇なんかねえから。銀行に返す金はねえよ。ということで、本日の営業は終了。お、すごい見つけた商品が高い !154 件もあるこれはすごいこれは気持ちいいね純利益が全然出てないけど、これなんだいや、多分仕入れやりまくったからかな。うん、まあ問題ないと思います。ちょっととりあえずこれ仕入れから始めるわ。 あれなんだなんか残高が、残高むちゃくちゃ減ってる。今なんかさ、強制的に支払いやらされたうわ、強制的に執行されてるわ。やべえ。強制的に支払わされた。うわ、きめえ、そういうことやってくるんだ。あ、無理やりこれ支払わされてるわ。もっかい借りまーす。じゃあ、そういうことしてくるんだったらもっかい借りて、一生返さない。だけど手元に現金があるから無理やり支払わされたんだ。うや、 汚ねえぞ銀行、やることは。ああ、これはあの次の反省にしよう。だから手元に絶対現金残しちゃダメ。ああ、オッケー。ちょっとひとしきり仕入れ作業だけやってきたわ。で、全商品の値上げ作業が多分完了したと思うので、まあ、うちはもう市場価格、市場平均価格で販売している商品はもう一つもないっていう状態が作れたと思う。とりあえず開けるわ。すべては店を開けてから。3 すぎると強制的な支払いが執行されるんんんかかかなななそ感じっぽかっぽたないや、気色悪いなーそれが銀行のやり方か。次のライセンスがこれだね。まあ、もうちょっと待てば、この次のインゲン豆とかバニラアイスクリームとか、まあ、こういう系も買えるんだけど、まあ、とりあえずこれでいいんじゃないですかで、そうだって書いてあるけど、これ全部冷蔵庫なんかな冷蔵庫がまだ必要になる可能性があるか。 冷蔵庫どこ置く買うとしたら。ここもうちょっと置けるか。あ、置けそう置けそう。あ、じゃあもうさ、これ先行投資して、次のライセンス解放のための冷蔵庫もう今日発注しようぜ。だってやることねえから。冷蔵庫 B、これ発注で、他必要なもんあるあともうこの在庫系はもう全く何も不足していない。もう完璧な状況。 でも、全部高いから、<laughs> うちの商品は。だから、在庫履く速度は多分落ちるはず。逆に、これで、その、これまでと同じ速度で、同じペースで在庫入いていく、その、物が売れていくんだったら、もう値上げが大正解ってことだもんね。ちょっとこれもう冷蔵庫を早速設置するわ。あ、いいねー。高すぎるって言ってる客がうじゃうじゃ湧いてるねー。冷蔵庫 B もう一個設置。これで冷蔵庫管理の商品が開放されても、棚管理の商品が開放されても、 陳列ができる。完璧だ。盤石だ。もうあとちょっと待つだけになっちゃうんだよな。フライドポテトは私には高すぎます。小麦粉は高すぎます。いいねー。気持ちいい高すぎるって、ほざいてる客見てる瞬間が一番気持ちええわ、このゲーム。あ、言ってる言ってる言ってる。引き肉高いひき肉いくらよあ、高いねー。小型寿司高いって言ってるやついる。小型寿司どこだ 小型寿司いくら今。小型寿司。安くね市場平均より4ドル高いだけだぜ。これもうちょっと上乗せしとこう。こ26だ。26ドル。危ねえ。小型寿司、安く売っちゃうところだった。あれ買ってる。これ、胡椒買ってるわ。安いか。安すぎるな。大台の10ドル超えの胡椒を販売していこう。紅茶も、え、紅茶安 市場価格5.38ドルに対して6.5ドルで売っちゃってるわ。安っこれ9ドルだ。危ねえ。え、え、やべえやべえやべえ。見てくれ。コーヒーダークロースト。市場平均より安い。これはやばい。これやばい。これ、これ倍のせだ。はい、倍プッシュ20ドル。いやーこれ面白いわ。面白い社会実験だ。ポテトチップスは高すぎます。んポテトチップスポテチなんかそこに売ってなくねこれポテトバッグのことあ、高え 市場価格5.45ドルに対して14ドルで販売してんじゃん。ちょうどいい。文句があるんだったら隣町のスーパーまで行けばいいんじゃないただそのための交通費はかかるぞ。それを天秤にかけると、その時間と交通費を天秤にかけると、やっぱこ、この店で買い物せざるを得ないわけよ。おう。じゃんじゃん金を落とせ。リンゴジュースは高いって。俺はそうは思わんわ。ひき肉は高い。 うん、俺は高いとは思わん。てか、な、何を持って高いって言ってんの他の店と比べてってことだったらそっちで買えばいいしあ。よくなんかメルカリとかでもさ、いるじゃん。他の人は大体この商品これぐらいで販売してますよ、みたいな。だったらそいつから買えやって話なんだよ。なんで俺がその市場平均に合わせないといけないんだおめえが俺の価格に合わせろよ。それを買うも自由。買わぬも自由。うん。それはお前が決めること。ただし価格設定権はこちらにある。それに従え。うん。 俺に従うか飢えて死ぬかのどっちかや。その二つに一つ。いいなぁ、なんか、この街の独裁者になった気分だ。で、まあ、ま、この売り上げ、利益を見て、物事判断すればいいんだよ。この経営戦略が正解かどうか。答え合わせをしようか。うわ、すごい見つけた商品が高い180だ。で、見つからない商品はない。で、仕入れに金をかけたから、まあ、別に、純利いや、純利マイナス4000出てんのはちょっと不安か。 いや、ただ俺はちょっとこの経営方針を貫くわ。だって多分、こうやってりゃ、だって在庫もさ、これ以上増やす必要ない。昨日は在庫の発注作業やったけど、ほとんどだって在庫を追加で発注する必要ないんだもん。うわ、やべえ。えスパゲティパスタ全然なくなってんじゃん。これでしょ、スパゲティパスタ。まだ生塗りってことか。価格設定が12ドルだ。だったら。この、だからこの、いちいち毎日毎日、 こうやって追加で発注をかけないといけないっていう、この作業がめんどくせえから値上がり、値上げしてるわけだから。これでいてその、ここが、柄空きになるようだったら意味がないんだって。客もちゃんと入ってるもんな。いやほら、全然入ってる。お、なんだシリアルは私には高すぎます。バターは高すぎます。いいねーお、なんかこれ、かけてないこれ、むっちゃ売れてる。なんだこれ。え、安ラザニア。やべえ、ラザニア安い。 21ドル。あれここ価格変えるの忘れてたいや、忘れてるわやべえこれはハムパイ。ハムパイこれ、18ドル。あ、やばいむちゃくちゃ値、ね、上がりしちゃった。まあいいわ。ご、ご、もう、あの、1200ドルで行くんで、よろしく。これはあ、これもちょっと安いぞ。これ8ドル。うわ、危ねえ。うわ、これも安いハムとチーズ。これ17、17ドル。うわ、危ねえ。これ価格変えるの忘れてた。うわ、これ安く買い叩かれちゃったな。 これはうわ、これ安い食器洗い機用タブレット。市場価格15ドルに対して、ほぼ一緒だ。15.99ドル。これはやばい。はい、値上げします。22ドルかなこれは。うちはね。シリアルは高すぎます。ホットソースは高すぎます。ははは。いいねホットソース高いかシリアル高いこのシリアル高いあー、いい価格してるわ。市場価格の約倍。 いや、いいなぁ。高すぎるという声で溢れる賑やかな店内。なんて平和なんだ。本日の営業は終了しますか。どう満足顧客数3。え、てかさ、まだ満足してる奴がいんのなんでなん見つけた商品高い185。で、ほら、順理が出始めてる。だってもう供給コストをかける必要がなくなってきてるからね。だからここが、時期に、もう限りなくゼロに近くなっていくはずなんだ。 で、そうすれば、その、収入がやや、その、伸びな、伸びきらなくても、その、純利益は上がるっていう状態が作れるはず。いや、いい。いい。よし。どうだまだ満足してる奴がいる。おい、見つけた商品が高い194件いるんだけど。でも見てくれよ。純利はしっかり上がってる。ほら、これで純利益が上がるんだから、もうこれでいいんだって。今日の営業は終了。 いすげえ見つけた商品が高いって言ってる客229人もいるわ満足顧客数1。いや、こいつは何に満足したんだまだ正常な価格で売ってる商品あるのかどうなってんだよお疲れ様でした。まだ満足顧客数がいるんだけど。何に満足してやがるんだってことはまだ安い商品があるってことなんだよな。これちょっと炙り出さないといけないわ。なんだこの辺か。石鹸。いや、違う。 これもうちょっと上げた方が良さそうだな。この、タブレット。キャンディーは。え、安やべこれ市場価格プラス1.6ドルぐらいだ。これやべえ。7.9ドルで <laughs>、お願いします。<laughs> ここら辺に満足しとったんかな。キャンディー買ったやつか。え、これもなんか微妙じゃない生ぬるいわ。これ11ドルにしよう。うーん、まあこんな感じでちょっと一回、本日は営業を開始してみるか。よし、これで本日の営業終了だ。 まだ満足してるやつがいるんだけど、これなんだ本当に。まだなんか安い商品があるってことだから、ちょっとその安い商品、炙り出すわ。だって満足してる顧客がいるってことは、価格に満足してる、その、高くない商品があったってことでしょ。それは当店としては困るんだよな。客に満足されたら困るんだよ。うわ、これ危ねこれ、これダメだ。これミツダメだ。これ多分満足しちゃう、客が。16ドルまで。いや。 18ドルまで値上げしましょう。奮闘もこれ怪しいな。市場平均より、だって2ドル、ちょ、1.4ドルしか高くないぜ。17ドル。生半可な価格設定してんじゃねえぞ。すぐ客が満足しよるからな。こういうのももちろんもうちょっと上げよう。もうちょっと搾取できると思ったら、その搾取できる分は惜しまずに搾取していく。いや、あんだけ価格釣り上げたつもりでいたけど、まだ安い商品あるんか。うちのスーパーには。 だから、もともと、その、どんだけその、事前事業かのように、客に奉仕してたかってことだよね。これ、もうちょっと上げよう。これ、11ドルぐらいまで上げていいわ。この緑茶。111ドルこれはやりすぎじゃねえの。これ、売れるわけねえじゃん。全く売れなかったら意味がないから、ちょっと21ドルぐらいまで、値下げしよう。80ドルの値下げ。ああーで、支払い、増えてんねえ。いいねえ。これ、全部踏み倒すから。よし、じゃあ。 本日の営業終了、お疲れ様でした。いや、嘘だろ。満足顧客数 3? 何に満足してやがんの本当に。よくわかんないって。まだなんかうちの商品の価格設定に満足してるよくわかんねえ外事客がいるから、ちょっとそのあたりを駆逐していきたいところではあるけど、まあ、早速開店と行きましょうか。なんか全然手元の資金がねえんだけど、これどういうことだあ、昨日から発注とかしまくってるからか。 あ,あ、ほら、確かに安いわ、これ。7ドルにします。こっちはこれも安そうじゃない全然安そうじゃん。これも4ドルにするだろう。リンゴジュースあたりも結構安いなだから、これぐらいの生塗り価格設定してると、普通にその満足して帰る客が浮くから。だからね、客に満足させたらもう、スーパーマーケットなんかもう負けだからね。満足そうなツラして帰る客を見たら、もう追い回してしばき転がすべきなんだよ。で、めっちゃくちゃこれ、 品切れしてないで、品出しのボンクラたちはなんでこれを品出ししねえんだおめえらだよ、8人揃って何もやんねえってかどうなってんのこっちの在庫にもないもしかして。さっきの製品なんだいや、てかそこそこなんか売り切れ始めてる商品あるんだけど。え、これじゃないかなあ、じゃ無ムサカかムサカじゃねえよなこれじゃないちょっと俺、品出ししてみるか。いや、違う。全然違うわ。全然違う。あ、これどれだいや、結構新しいやつだ、多分。 これとかじゃないあ、これだと思う多分。これじゃないか品切れ間近だったやつ。あ、これ全然違う。違う、これなんか紫っぽいやつだ。ラザニアだ。ラザニア。え、ラザニアはもしかしてラザニアの在庫コーナー俺作ってないあ、ラザニアの在庫コーナー俺作ってねえわ。ラザニアすっ飛ばしちゃってる。やべえ。だからか。いや、それはね、俺の管理ミス。6ぐらいちょっと頼んで。あ、頼めねえ。 いやラザニア高くねなんでラザニアこんな高いのラザニアってそんな高級料理だったっけ個数減らしてでも可能な限り発注しよっか。だからもう在庫枯れそうだったもんな。うわ、やべえ。67ドルしか手元に残らなかったけど、ちょっと品出しするわ。品切れになる。この戦略まで取って品切れになるっていうのはちょっと許されざる行為なんで。ああこうやってその値上げして、 その品切れを絶対に防ぐっていう、その、店舗経営方針を取ってる以上、やっぱ品切れっていうのは許されない。全然4箱ぐらいで、3箱ぐらいで十分足りそうだったわ。で、しっかりポイ捨てして、ラザニアの品出しちょっと俺自らやるか。久しぶりにな。もう最近この品出しとかももう全部バイトに任せて、一切手をつけてなかったから、たまにはね、現場の空気感を味わうっていうのは、現場の声に耳を傾ける、現場作業を体験するっていうのは大事なことだと思うわ。で、これを、 えー、さっき開けた、このね、えー、在庫管理用の、このラザニア、ラックに収納して終わりでいいわけよ。過剰に発注しなくてよかった。これね、ラザニア。いや、これで、だからもう品切れには当面ならないわけだよ。だから手元の資金貯めて、で、次のライセンス解放に挑んでいきたいな。こうしておけば、次、ライセンスを解放して、新しい商品がここら辺に、まあ、ずらっと並ぶわけじゃない。 あその時に、その、過去の商品、もう既存の商品の品出しに時間を使う必要がなくなるんだよな。あ、それがでかい。だから今後その、拡大していく時に、拡大した商品に注力できるっていう、そういうメリットもあるんだよね。この人は何に並んでいるんだ抜かされてない今、抜かされたよな。こんなさ、黒ワンピースの女なんかいたっけいやいや露出度高め。いや、抜かされてたよね、完全に。 この女の方が先に並んでたでしょなんだ今のやつあの、スーツの黒人リーマンに抜かされてたよな。いいなこの夜の街灯に照らされたスモーキーマウンテン。ダンボールマウンテンが哀愁漂うスーパーマーケットになってきたね。これなんかダンボールストリートみたいな名前がつきそう。この通りに。あ、営業終了かな。よしよしよし。来た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 満足顧客数ゼロ。 見つけた商品が高い347件。おい <laughs> ついに <laughs>、誰も満足しない店になってしまった <laughs>。でも、合計顧客数見てくれよ。これ76人入ってるからね。これ多分過去一だと思う。で、しかもしっかり純利益が出てるってことは、これで正解なんだって。要はこれで管理コストが限りなく下がっていって、で、それでも純利益は積み上がっていく。あで、まあ、満足してるやつは一人もいないけど、客の数自体は増えるっていう。どうこれ。 新しいスーパーマーケットの形。次世代スーパーマーケットのあり方を俺が世界に提示してるわけよ。これも新提案ね。新しい経営スタイル。乗ってきたね。あれおお <laughs> ちょっと待って。現金マイナスなんだけど。え、これさ、いや今さ、強制的に支払いやらされたじゃん。3日過ぎると強制的にこの返済を迫られるっていうのは知ってたんだけど、知ってたというかその、 今日始めた時に学んだんだけどさ、これ手元の現金ない時も無理やり持ってかれんのいやだって無理じゃん。その絶対値がゼロなんだから、そっから持ってくってどういうことよいやとかせめてその、こういうその在庫を担保にとって、で在庫を押収するとかそれならわかるけど、そのマイナスになるっていうのはどういうこと銀行のやつが俺に無理やり消費者金融で金借りさせて、でそれを返済に当て,てるみたいな、そういうその役座的なやり方ってことになるぞ。 銀行って結局ヤクザなんだよな。あいつらヤクザ家業なんだってよ。ちょっとこれ、もうオープンしないと始まんねえわ。で、今日ちょっと何もできない。何もできないけど、多分1日営業したらその500ドルぐらいはすぐ稼げるんで、もうちょっともうやるしかねえわ。いや、しょうもねえ、あの銀行のやつら。そ、いやだからこれが銀行のやり方なんだってよ。こうやって金貸すだけ貸して、で、返すもんがないか、その返す金がないから、手元に金がないって困っている、 その、小売店の経営者にも、無理やり消費者金融に連れて行って、で、を押させて、うん。で、脅して、で、金無理やり返させるわけだろ。しかも、延滞金、遅延損害金を上乗せして。何を見てウォッカが高すぎるって言ったのどこから取ってんのそこにウォッカはねえよ。やっぱこれ通路が狭すぎるからちょっとバグってんのかなだってさ、この狭い通路に、客が出入りしてる姿見たことねえもんな。全然売れねえんだけど。 全然売れねえ。いや、これやっぱ、ダメなんかなさすがにちょっと、もうちょっと売りさばいていかないといけないいや、市場に迎合するか、ちょっとずつ値段下げるだこのままだと潰れるもんな。いや、ちょっとずつ下げるか。いや、だから、下げるとしたら、在庫に、めちゃくちゃ余りがある製品だったら売っていいんだ。例えばこの奮闘とか、あとはまあ、このビールとか。 とか、ま、ピザとかシリアルとかそういう系。そういうその在庫にめちゃくちゃ余裕があるものはちょっとじゃあ値下げするか。値下げすると言っても、ま、6ドルぐらいまでだな。あと、このシリアルも結構在庫あったから、ま、ちょっとだけ値下げしよう。最低限この庶民にも手が届くぐらいの価格に、落とすしかねえか。あと、何の在庫が余ってるなんかビールあったよな。ビールは結構余ってたから、ビール値下げするか。このビールが結構、いやでもこのビールね、 だからその、在庫結構抱えてるように見えて、ワンスタック、6個しか入ってないから、だから全然、すぐ品切れするんだよな。チョコだ、チョコ。チョコが6つあるから、まあ、チョコは値下げしていいわ。ま、どうするまあ、5ドルぐらいにする市場平均より、まあ、2. 2.、2.2ドルほど高い。ま、あそんなもんでしょう。う良心的な方だと思うわ。うちの店にしては。あと、ま、シリアルも結構あるね。シリアルも値下げしていくか。 シリアル。いや、これでも割と安い方だけどな市場平均7.76ドルに対して10ドルだぜ。まあしょうがない。これじゃもう、8.6ドル。いや、こんなもんもう、サービスよ。利益出ねえんだから。だって今の見てくれよ。今のさ、このシリアルとかさ、利益。まあ言うて5.6ドル出るんか ?1 個あたり。まあじゃあ別に、いっか。ライトつける。在庫を潤沢に抱えている商品としては、あ、これとかあんじゃん、普通に。 なんだこの、ボームっていう、バームって読むのかなこのメガパック。あれ割と最近開放したライセンスの商品なんだよな。あ、このクソ狭いエリアに陳列されてるやつだ。これこれこれ。これもちょっと値下げするか在庫むっちゃあるもんね。まあ15ドルぐらいまで下げるで買ってもらうか。まあでもこのやり方はいいかもね。めちゃくちゃ安い時に買い叩いておいて、で、 その在庫がもう潤沢にあって、まあ、しばらく在庫に困らないっていう商品を値下げしてでそ、そこで利益をこう稼いでいくみたいな。割といい経営戦略な気がしますね。オレンジジュースもそうだ。オレンジジュースも結構ある。オレンジジュースむっちゃあるから、まあこれは、これまただから3.9ドルぐらいに落として、まあ、このオレンジジュースで利益を重ねるみたいな。まあ、そういう戦略はありかもしんない。ただまあ店に安い商品がそれぐらいしかないから爆売れしちゃうだろうな。ピザか。 ピザ結構抱えてるね。じゃ、ピザも値下げしますかやばい、カクカクすぎる。ライトつけてるからカクカクだ。んー、まあ確かに高いもんな。これはじゃあ、5.9ドルぐらい。お前らにも手出るような製品にしてやるよ。ああ、やっぱ買ってんじゃん。ピザ好きそうやな、このデブ。あーお前ピザ食い、食いそうだもん。ピザ L サイズ4枚食いそうだもん、一人で。いや、お前絶対ピザ好きだろう。 もっとフィザ買っていけよ、お前。あ、やっぱなんか値段下げたら、売り上げが上がる速度が心なしか上がってるような気がする。心なしかね。あ、小麦粉結構あるか。小麦粉もちょっとじゃあ、こう、売りさばく系の商品として、ちょっと価格を市場に迎合しますか。こんなもんで。1ドル値下げするわ。こんな小麦粉なんか安いぞ。クソ安いぞ、こんなもん。あ、ただちょっと客いなくなってたわ。じゃあちょっと今日、営業終了で。 ああ、だからちょっと増えちゃったね。満足顧客数がね。ああ、でも準備むっちゃ出始めてるわ。だからちょっと価格下げたらすぐ純利益出るんだよな。だからこういう調整の仕方はありかもしれない。あ、やべえ。めちゃくちゃ、なんか取られてるわ。請求で。またマイナスになっちゃった。おー、すごいすごい。めちゃくちゃ延滞してるわ。すごいすごいすごい。いいねえ。請求処刑は あ、いいねえ。こら辺も延滞してるねこれはえ、ツナむっちゃ売れるんだけど。え、ツナがすげえ売れる。え、ツナが売れすぎてるな。やべえ。ツナ。てか、ツナの値段ちょっと見直した方がいいな、だったら。こんなに売れてしまうんだったら。クソそ高えけど。くソ高えじゃん。じゃあ、さすがにこれは末置きでいいと思う。 これ以上あげるともう誰も買わなくなるからな。逆に今の価格でも買うやつがいるから、ここツナが不足してきてるってことでしょう。すごいな。よくまあそんなツナ、あの価格で買おうと思うな。日本のいわゆるツナ缶みたいなのとはちょっと違うんだろうか。これ買いすぎか。ワンスタックずつでいいや。売り上げが全然追いついてこねえ。ちょっとこれは、仕入れてから終わりてえぞ。おっしゃー。仕入れギリギリ間に合った。 でパンこの食パンもなんか速攻で売り切れたな。あれ、俺昨日、だから値下げしたんだったっけ食パン。いや、値下げするとすぐ買い叩かれるんだよな。がめついのだから値下げなんかそんなポンポンするもんじゃねえな、やっぱり。こんな簡単に。客の入りは全然悪くないんだよな。客の入りはすごいいい。鶏肉は高すぎます。だろうな。売る気ないから。 そそもそも鶏肉なんかバターは高すぎますいやそんなことはないバター1個700円ああちょうどいいと思うわ適正だよ牛に謝れ何がバターは高すぎるだ牛舐めてんのか牛乳6パックは高すぎますいや市場価格の倍程度ですよ全然高くないって牛に謝れ牛舐めてんのかお前牛の前で同じことが言えるかお前は なんだかんだまあプラスで終われそうだよな、今日も。では本日の営業以上で。あ、満足顧客数0なんだけど、なんでなん値下げしたのに。それはなんでなんでも合計顧客数74人来てる。だから客足自体は増えてるんだよな。いや、めちゃくちゃマイナスなんだけど、とにかく。